トラベラーチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。毎週、土曜日の夜は、JST のトラベラーチャンネル、ハワイ、をお送りしております。私、ハワイ担当の山田と申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。アロハー、もう一発アロハー。2回もやってしまいました。皆さんどうもご無沙汰しております。この場でお話しするのは久々なので、初めてご覧になられた方は、びっくりされるかもしれないんですけども、毎週土曜日の夕方6時からは私 JST の山田が、ハワイを中心にですね、旅行情報をお届けしておりますが、今まではハワイの動画を、流しておりましたので、久しぶりに、皆様の前でお話ができるのを大変嬉しいと思いますので、今日はですね、こちらに書いてあります通り、ハワイ旅行情報2024年後半に向けてということで、もう7月の、ね、中旬を過ぎて夏休みに入ってきました。今年の夏休み、たくさんの方がハワイに行く予定をしていると思います。8月は特にですね、ハワイの大好きなリピーターの方が7割から8割、がハワイに行くということで、まあ、混み合う予想がされているんですけども、楽しみですよね。ハワイの方を楽しんできてください。でこれから後半に向けてですね、夏休み以降、年末年始から、まあ、来年も含めてですね、ハワイの旅行情報を、この間ハワイに出張してきましたので、ちょっと感じたことをですね、簡単にお話しして皆様にお役に立てればと思いますので、どうぞ最後まで、お付き合いいただければというふうに思います。これちなみに、キラウエア、ハワイ島のキラウエア行った時にですね、こんな大きな虹が出て、ダブルレインボーって言って虹が2つ出てる時もあったんですけど、もう本当にミラクルなキラウエアの滞在でございました。やっぱりいいですね、離島に行くとね。離島のことを、主に中心に話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずハワイ離島情報で、ハワイ島とマウイ島に行ってきました。マウイ島のラハイナの、悲惨な状況も目の当たりにしてまいりまして、ちょっと個人的な感想も含めてまたご案内したいと思いますし、レンタカー事情のことも、離島で借りるレンタカーですね、ご案内できればと思います。はい、これがまず、ホノルル国際空港のですね、カウンターからお話ししたいと思うんですけど、皆さん国際線でですね、ホノルル国際空港、ダニエル K 井上ホノルル国際空港に、ご到着されると思います。でそこから、まあ、ハワイ島行く場合は成田から直行便がね、夏になると週3便ですか、期間限定で飛ぶんですけど、他の曜日とか、まあ、他の島行く方は必ず、ダニエル K 井上ホノルル国際空港に到着をして、入国審査をして、一旦お荷物を受け取っていただいてから、このターミナル1って言いまして、ハワイアン航空専用のターミナル、離島行きのターミナルにですね、行かないといけないんですね。で、今までは荷物、日本から預けた荷物を、そのまんま、ホノルル空港で受け取ってから、出口付近、団体の出口付近に、スーツケースをお預けになるですね、離島行きの乗り継ぎカウンターというのがございました。で今はその団体の出口の前には離島行きの乗り継ぎカウンターがなくなっておりまして、個人出口の方に行ってるそうですね。ですから、まあ、荷物を、まあ、個人出口で預けられてもいいんですけど、荷物そのまま持ってターミナル1の方に移動いただいて、チェックインするのがよろしいかなというふうに思うんですけど、日本から購入された航空券の種類によってですね、荷物代がゼロの場合、荷物代がいくらもかからない場合と、荷物代が1個25ドルかかる場合がありますから、ちょっとその辺はご自身で買われた航空券をご確認いただかないといけないんですけど、チェックインするというふうにするとですね、こんな感じになってまして、まあ、離島によく行かれてる方はね、なんだこれかというふうに思うんですけど、こういった形の、まあ、機械があって、もうほとんどこういうふうに機械で、チェックインができるようになってます。でご覧になっていただきますと、こういうふうにチェックイン、手荷物タグの発行ということで日本語でも書いてあります。ですから、まあ、そんなに心配する必要はないですよね。でこの横にこういったチェックインの機械がございましてですね、ここに、まあ、画面を開けると、こういうふうに日本語って選べますから、日本語でこういうふうに選んでいただくと、こういうふうに目的地とかですね、予約番号とか、押していただいて、まあ、一番いいのは予約番号を押して予約ナンバーを入れていただくと、ご自身の予約が出てくるということですね。それで、荷物の数を入れたりとかして、チェックインをして荷物のタグをもらって、ここからの荷物のタグと搭乗券が出てきますから、それをもらって飛行機に乗ると、スーツケースもその前に預けるという形になるかと思います。
はい。でこれハワイアン航空に乗る前にですね、ぜひおやりになっていただきたいことがあるんですけど、乗る前に飛行機の入り口を見るとですね、こういうふうにハワイ語が書いてあります。これアケパっていうんですけど、ハワイビッツイですね。ぜひこの、鳥ですね、の、写真をですね、写真というか鳥の、お名前を見ていただいて、乗っていただくっていうのもいいんじゃないかな。ハワイアン航空は飛行機の機体に鳥の名前が書いてありますから、そちらの方の、お名前を見ながら、今日はどんな鳥かなということで、ハワイの大空を飛んでいただくのも、楽しいんじゃないかなというふうには思います。はい。で、今回ですね、私が行ったハワイ島なんですけど、残念ながら西の方はちょっと時間がなくて行けませんでした。一泊しかしませんでしたので。で、ちなみにですね、ここのマウナケアリゾート、この辺ですね。このマウナケアリゾート、一番上にある高級なリゾートの近くに、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、個人用の別荘ですね、レジデンスを建てるということで、そこで冬の間トレーニングをすると言われてるんですけど、ここのマウナケアですね、この辺は高級なリゾート地帯ですね。マウナケア、マウナラにワイコロはフラライということですね。で、ここに一般的に有名なカエルアコナがあって、ここにもホテルがあって、大値打ちのホテルがございます。で、僕の場合はこの、ヒロから、入ってですね、このパハラっていうところに行って一泊だけしてきたんですね。で、このヒロから入って、キラウエアに行って、キラウエアに行く前に、ヒロのダウンタウンも寄ったんですけど、ちょっとその辺の、事情をご説明したいと思います。これがですね、ヒロ空港の、レンタカーのカウンターです。ヒロからは、ヒロに行かれる方は送迎がつきません。送迎の手配ができないので、ほとんどの方が9割以上はレンタカーがないと動けないです。で、レンタカーを借ります。で、レンタカーがですね、すごい借りやすいですね。なぜかというと、ターミナルがあってそんなに大きな空港じゃないので、目の前にこういうふうにレンタカーのカウンターが、こういうふうに揃ってます。で、もうスーツケースをもらって、道を渡ったら目の前にこういうふうにレンタカーのカウンターがこういうふうにあって、私はハーツを借りたんですけど、これ見ていただくと、これがターミナルです。ターミナルですね。ターミナルの道挟んだ真ん前にレンタカーのカウンターがあるので、めちゃくちゃ便利だと思います。で、この小屋、レンタカーの小屋のすぐ裏手に駐車場、レンタカーの置いてある駐車場があって、もうすぐわかるんですね。ですから、大きな空港、ホノルル空港の、レンタカーの、カウンター行くと、たくさん駐車場がありますし、それから移動しないといけないし、マウイ島なんかでも利用したんですけども、ターミナルまで移動しないといけないんですけど、ここのハワイ島のヒロの場合は、ターミナルから渡ってすぐのところにレンタカー事務所があって、車も後ろにあるので、意外と便利ですね。私、たまに使います。こんな形になってますね。で、こういうふうに自分の番号を書かれているところに車が置いてあって、私は今回この SUV っていうね、車の車を借りたんですけど、この、4WD の車に乗って、移動したということで、こういうふうにハーツ8番9番とか番号がついておりますので、すごい分かりやすい。返す時もここにこうやって返却していただくだけで大丈夫ということですので、で渡ったら向かいがターミナルなので結構便利ですよね。で、それからですね、私が次に行ったのが、ヒロのダウンタウンということで、ヒロのダウンタウンはですね、こういうふうに、昔ながらのこういう建物がずっと残っててですね、ハワイ第二の本当大きな都市なんですよね。日系人もたくさん住んでて。で、そこでですね、例えば何をするかというとですね、ヒロはいろんなオアフ島やマウイ島やカウア島にないようなお店もたくさんございます。私のおすすめとしてはですね、ヒロのダウンタウンパレスシアター1925年、建立って書いてありますけども、もう今映画館にはなってないですけど、歴史的建造物になった、こういうのをご覧になっていただいたりとか、ファーマーズマーケット週に何回かやってますから、ダウンタウンで僕も行った時ファーマーズマーケットやってました。大きいのは主に週末なんですけど、平日は小さなものもやってますので、いつ行かれてもそういった賑やかな雰囲気はご覧になられると思いますね。で、それから、
花穂っていうんですけど、これはよくデパートの日本のデパートの方がここまで買い付けに来るぐらいのセレクトショップですね、ハワイの、フラやってる方とかハワイ島好きな方は何回かもう行かれてる方多いと思うんですけど、ここに有名なこういう真ん中に丸の穴の開いた、ラウハラの帽子が売ってたりとかですね、僕もここでアロハシャツを、買ったりしたんですけど、花穂っていうねハワイのセレクトショップですね、覚えておいてください。それからシグゼンデザインズ、これはもうよくご存知の方、あると思うんですけど、ハワイの植物をモチーフにしたアロハシャツを作ってる有名な、メーカーさんですね。ここで、アロハシャツを買う方もいるし、僕は長袖のヨットパーカーなんかを持ってるんですけど、すごい気に入ってますこの、シグゼンデザインズ。メリーモナーク、フラの祭典なんか行くと、シグさんいらっしゃいますので、ご挨拶してもいいかもしれないですね。それから、これがアバンダンライフナチュラルフーズって書いてありますけど、これは何かというと、オーガニックの、スーパーですね。そんなに大きくないんで、ちっちゃいスーパー、コンビニに近いんですけど、ほとんどのものが、オーガニックです。コーヒーとかチョコレートとかカカオとか、それから、サプリメントもそうかな。いろんなものが置いてありましてですね、なかなかいろんな、ホノルルにないようなお店なので、ごちゃごちゃしてるんですけど、見に行っていただくと楽しいと思います。それからカフェペストっていうのは、これはヒロのダウンタウンにあるですね、お店ですね、イタリアンテイストのレストランになってますから、よかったらここもチェックしていただくといいと思います。ヒロでゆっくりするには最高の場所だというふうに思いますし、これ以外にもですね、カフェ100って言いまして、ロコモコの発祥の場所があったりとかですね、ハンバーガー屋さんがあったりとか、弁当屋さんのプカプカキッチンというのがあったりとかですね、もう本当に楽しい個性的なお店がたくさんあるのがヒロですから、よかったらヒロをねゆっくり歩くのも楽しいんじゃないかなというふうに思います。はい、それから向かったのがですね、このハワイ火山国立公園のキラウエアですね。もうここはもう何度も行ってるんですけど、何回行ってもパワーを感じる、ハワイ島の本当にパワースポットの一つじゃないかな、ね、女神のペレが住んでるっていうことでも言われてるんですけど、私が行った時は本当にこうやって虹が出てきてすごいミラクルな一日だったんですけど、風が強かったんですけど、ちょっとご覧になってください。これがキラウエアのですね、火口をご覧になることのできる、これボルケーノハウスっていうホテルですね。よくお泊まりいただいている方もいるし、私どもにお問い合わせしていただいた方にご紹介しているのはこのボルケーノハウスって言いまして、国立公園の中にある唯一のホテルですね、キラウエアの。ですから、この国立公園の中にあるので、例えば夜、この車に乗ってですね、このハレマウマの火口まで5分で行けますから、ここの火口に行って上見上げると晴れてると満天の星空がうわーっていう感じで見えて、星空っていうとマウナケアの星空も綺麗なんですけど、ここの星空もなかなかですね、こんな感じです。これが日中なので、ちょっとかなり風が強いので音がするのを、聞こえるかと思うんですけど、すごい風ですね。で、ずっとこれ火口の方に移動していきます。で、火口側の噴火ですごく大きくなったんですよね、これ。で、最近また噴火もしたんですけど、今ちょっと止まってるんですけど、こういった形で夜行くと上に星空が見えるということで、なかなか素敵だと思います。で、まとめとしては、ハワイ島はヒロから入るのもお得と書いてあるんですけど、ヒロから入るとレンタカーで移動することになるんですけども、車 OK だよっていう方は、コナじゃなくてヒロから入って、ヒロのダウンタウン、それからキラウエアを見て、それから南回りで、カイルアコナの方に行くか、ワイコロアとかマウナケアの方に行くっていうような、そういうそのハワイ島を周遊しながらホテルを分泊するっていうやり方も、ちょっとこれからのハワイの旅行としては、いいトレンドになるんじゃないかなというふうに思いますよね。ハワイ島ってすごく広くて、世界中の気候のうち15ぐらいの気候がハワイ島の中にあるって言われてて、本当に稀有な島なんですね。大きさは岐阜県と同じぐらいの大きさでもありますけども、そこを見るにはやっぱり最低でも3日か4日は必要だと思いますし、4日あると広から入って2泊して、西側に2泊することもできるので、西と東が両方
味わえるので、そういった旅もしていただきたいなというふうに思って今回ご紹介させていただきました。でこの後にですね、私翌日起きて、ホノルルに行く予定だったんですけど、時間があったので8時間だけですね、マウイ島に寄って帰ってきましたので、そこもご案内したいんですけど、ヒロの空港からマウイ島に行く時もちょっとおすすめなのがですね、これ見ていただくとですね、ちょっとだけここに虹が出てくるんですよ。でこれが、マウナケア、マウナケアの、山ですね。だからマウナケアを見ながら、フライトで飛んで、ちょっと薄く虹が出てますね。マウナケアの山を見ながら、カフルイ、マウイ島の空港に、着陸するということで、これもなかなかいいですよね。遊覧飛行みたいな形で。でマウイ島に着くとですね、これ先ほど言ったようにレンタカーのセンターがすぐ近くにあって、これ電車に乗って、2,3 分でレンタカーのターミナルに、着きます。ですから、カフルイ空港を着いてから道を荷物を受け取って道を渡った向かいにこういうその無人の乗り場があって、無人の電車がこういうふうにレンタカーのターミナルと、この飛行機の乗るターミナルを行ったり来たりしてるっていうね、さすがマウイですね。でいっぱいお客さんが、お見受けしたんですけど、日本人の方は一人も遭遇をしなかったということで、まだまだ日本の方はマウイ島に行ってないんだなというのがよく分かりました。でマウイ島っていうのはこれ大阪府と同じぐらいの大きな島なんですけど、ここがカフルイっていう空港ですね。でもう一個ここにカパルアウエストマウイっていうね、プロペラの飛行場があります。これはホノルルから飛行機が飛んでるんですけど、カフルイは大きな空港なので、さっきみたいにハワイ島のヒロとか、それからコナ、ハワイ島のコナとか、からも飛んでますし、ホノルルからも当然飛んでますね。大きな空港で、で、まあ北カパルア、カーナパリ、それからこのラハイナっていうのが火事で焼失してしまったところですね。で南にワイレアっていうのがあって、キヘイっていうコンドミニアム街があってっていうことですね。こういう島ですね。で私が行ったのが最初にこういうふうにカパルアの方に行きまして、まあ本当に高級リゾートなのでもう最高ですね。ここはもうハワイ最高のリゾートというふうに言っても過言でないんですけど、ここはコンドミニアム、ビラですね。ワンベッドからスリーベッドルームのコンドミニアムがあるのと、部屋からの眺めも3種類あります。それからそれ以外にですね、リッツカールトンカパルアっていう高級なホテルと、それからモンタージャとカパルアベイっていうまたまた超高級な、ホテルがあってですね、もう本当にマウイ島で一番いいバランスの取れたリゾート、海は綺麗、プールもある、こういったレストランもあってショッピングもできる、それからゴルフコースですね。これはベイコースなんですけど、海越えのショートホールのあるゴルフコースですね。海越えのショートっていうと、ハワイ島のマウナケアとマウナラニが有名なんですけど、ここの、カパルアのベイコースもね、5番、6番だったかな、160ヤードぐらいのショートホールで海越えがあってですね、もう一個がプランテーションというコースで、ここは毎年夏に、PGA のね、チャンピオンばっかりを集めたトーナメントが行われるトーナメント用のコースもあってですね、コンドミニアムとそれから、高級なホテル2つに囲まれて、あとゴルフコースが、2つあって、で、テニスコースもある。からビーチもあるということでですね、もうカパルアは最高のままです。カパルアベイビーチなんですけど、全米ベストビーチにも輝いたことのある最高のビーチなんですね。ですから離島に行くとこういうビーチがホテルからすぐ近くのところにあるので、わざわざ他に出かける必要がないということじゃないかなというふうに思いますよね。最高だと思います。はい。それから、この後ですね、ワイレアとかいろんなところも見に行ったんですけども、もう本当に変わらずに、アメリカ人はたくさんお見えになりました。日本人見ずにね。で、ラハイナが火事でなくなってしまってですね、やっぱりここだけはまだ復興が時間がかかるような感じだと思うんですけど、それに変わる街として、パイアっていうですね、まあ、マウイ島のです、ちょうど真ん中ぐらいにある町なんですけど、昔ウィンドサーフィンで、ウィンドサーファーがよくこぞってきた町で有名になったんですけど、ここはですね、これパイアフィッシュマーケットっていうですね、ワイキキにもできた有名なシーフードのお店なんですけど、これを中心にして両サイドにいろんなお店があります。これもラハイナみたいな町づくりですよね。こういった町づくりで、でこういうところにもういっぱいアメリカ人が来てまして、実はパイア無料の駐車場がね限られてるんですけどあるんですよ。
ですから無料の駐車場を使ってパイ屋に遊びに来るアメリカ人の方は結構いらっしゃいますので、よかったらこういうところもパイ屋として、パイ屋ってかマウイ島の観光地として行くといいと思うんですけど、かなり人気ですから、ここもちょっと時間を見て気をつけて行かれるといいですけど、楽しいところだと思います。はい、マウイ滞在8時間で感じたことをご案内しますとですね、ラハイナの復興には時間がかかる。これは、州からお金が出てるんですけど、本当にわずかなお金で、なんていうのかね、やっぱりこういう復興を元に戻そうと思うと国からのお金が必要だと思うんですけど、なかなかそれも、たくさんのお金がもらえないみたいで、やっぱり地元の、観光業を、早く活性化させて、そこから町を復興していこうというのが今のラハイナだと思いますから、まだまだどんなような町になるかというのが時間がかかる。もう本当に荒野のまんまの状態でしたから、この動画にはちょっと収めることはしなかったんですけど、一応お祈りだけして私の大好きなラハイナを、見学してきました。それから各リゾートのホテルで日本人水もほとんど日本人の方いない、もったいないですけど、でも日本人の方行かれれば本当に、外国の方ばっかりなので、ハワイってこんなに日本人少ないんだっていうふうに思うかもしれないけども、それなりの本当に、ちょっとオアフとは違った雰囲気のリゾートですから、島ですから、よかったらマウイ島行くのもいいですよね。それからホテルの予約は 80% 以上、いろんなホテルの人に聞いてきたんですけど、日本人ほとんどいないよ、でもアメリカ人で8割ぐらいは埋まってるからっていうような返事のホテルがほとんどでした。高級なホテルからコンドミニアム、それから普通のスタンダードのホテルまで、なかなか結構観光客の方が来てるので、本当にマウイ島だけはハワイの島でちょっと異質というかですね、ちょっと高級なアメリカ本土の方の島っていうようなイメージですね、今の事情としては。それからラハイナ以外は通常通りやってますから、もう安心してお出かけください。アトラクションもやってるし、ホテルも通常通りやってます。それからホテル代金は平均$500、これよりもっと上がってるかもしれないですけども、やっぱり、ハワイの中では一番ホテルの平均価格が高いのが、マウイ島ということになりますから、皆さんでコンドミニアムを、シェアしたりとかすると少しお値打ちになると思うので、またその、マウイ島にどうしても行きたくなって、お値打ちなコンドミニアムとかないかなと思ったら、コンドミニアムを探していただいたりとかですね、いろいろチェックしていただくといいんじゃないかな。ホテルはやっぱりそこそこの料金がすると思いますね。これがね、駆け足で行ってきたハワイ島1泊とマウイ島ということなんですけど、次回の動画で、オアフ島のお話もしようと思うんですけど、最後のまとめとしてですね、ハワイ州観光局の方が、基調講演っていうそういう向こうで、講演があって聞いたんですけど、ハワイの魅力の一つに離島っていうふうに、書きましたけど、本当に、他の島に行くとハワイが本当にイメージが全然変わるぐらい全然違うイメージが出てきます。で、旅行代金で言うとですね、よくハネムーンとかで選ぼうとすると、ヨーロッパで40万で行けるのにハワイも40万ぐらい平均でかかるじゃないか、だったらヨーロッパ行くっていう人がハワイの中から、移動してるっていうか逃げてるんじゃないかっていう話なんですけど、これヨーロッパの40万とハワイの40万っていうのは、これ比べ方が悪くて、ホテルの内容とか旅行の内容が全然ここに入ってないんですね。だから基調講演でそういうふうに言うのはいいんだけど、やっぱりこの内容ですね、例えばハワイだったらこういう素晴らしい気候と自然があって、治安が良くて水が安心して飲めて、なおかつ、ホテルも40万円出したらこのぐらいの5つ星のレベルのホテルに泊まれますよとかね、ヨーロッパで40万というとなかなか5つ星のホテルは泊まれないと思いますね。今もうすぐ、パリオリンピックがありますけども、パリのホテルなんかは最低でも10万円ぐらいしますから、やっぱり40万に収めるのは厳しいと思うんですよね。いいホテル泊まろうと思う、ハワイの場合は、5つ星のホテル泊まっても40万以内で行ける場合がありますから、そういう違いがもちろんこの旅行代金の中にあるということは皆さんの中でご理解いただくといいと思います。それから他と比べてはいけない、なぜかというと唯一無二の存在なのがハワイなんですけど、やっぱり気候が良くて、それからジメジメしなくて、それから水も安心して飲めて、それからいろんな観光地が、島が変わるごとにあって、ハワイ島なんかは世界の15の気候の分布帯が入ってたりとか、マウイ島なんかは、復興してるラハイナがまだなんですけど、クジラがやってきて冬になるとクジラの産卵を見れたりとかね、モロキニ島のシュークルーズ行ったりとか、
ね、世界的なゴルフコースがあったりとか、オアフはオアフでショッピング天国だったりとか、北と南で全然雰囲気が違うじゃないですか。でカウアイ島はカウアイ島で映画の都って言われてるように、本当ジャングルだらけのところもあったりとかして、本当にあの神秘的な島の一つだと思うんですよね。他にもラナイ島とかモロカイ島もある、モロカイ島もあると思うんですけど、やっぱりハワイにしかない魅力っていうのは気候だったりとか、ホスピタリティ、ハワイの人たちのホスピタリティだったとか、直行便で行けるとかっていうのもあると思うので、やっぱりあのハワイの魅力を本当に感じていただけるようなですね、これからも案内をしていきたいというふうに思っております。また今後ともよろしくお願いいたします。では今日はこれでご案内終わりたいと思います。来週はですね、ちょっと感じてきたことで、ハワイのオアフ島のおすすめのホテルを私なりに選んだものをまたご案内したいと思いますので、ぜひご期待ください。今日はありがとうございました。では来週のチャンネルまでお待ちください。あと、ぜひこの動画がいいなと思ったら、ぜひいいね、高評価と、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では来週の土曜日にまたお会いしたいと思います。マハロー、マハロー。